今日もお疲れ様でした。今週もいろいろ迷惑かけちゃってすいません。本当に困ったやつだよ。よし飲むぞ飲むぞ。そんなこんなで、俺は鈴木と酒を飲みながら疲れていたせいか、いつの間にか眠ってしまったようだった。年金さん。誰？いつまで寝ているんですか？二日後に王様への新しい政策の進言の日じゃないですか？一体何をしているんですか？王様？あ。何寝ぼけているんですか？今日は年金さんが浄化を見回りに行くって言ったんじゃないですか？さあ行きますよ。年金さん着きましたよ。あそこに困っていそうなおじいさんがいるな。よし、話を聞いてみよう。すみません。うー、食べ物をくれ。ありがとう。この村では、しら年老いた者たちは、皆貧しい生活をしとる。財産はすでに魔物たちから奪われてしまい、働こうにも体が言うことを聞かんのじゃ。他にも、魔王討伐に加わり、戦死してしまい働き手がいなくなった家族や、怪我をして困窮する者もおる。せっかく平和になった者の貧しさは変わらぬ。どうか国王様に我らをお救いしてくださるようにお願いできぬか。確かにこのままでは絶対良くない。何かいいシステムはないのか。このアイデアならいいかもしれない。おう、年金。ちゃんとプレゼンは考えてきたのか。まあ、私の政策が採用されると思いますけどねっす。負けませんよ。あ、王様がやってきましたよ。年金よ。今日は、そっちの意見を聞こうじゃないか。申してみよ。先日、城外の村へ行ったとき、困窮している人々がたくさんいることを知り、
ペンション王国では老後まで安心して生活できる国づくりを行う必要性があると考えました。そこで、あるシステムを提案いたします。国民年金システムです。面白そうじゃないか。続けよ。はい、国民年金システムとは20歳以上60歳未満が加入し、毎月一定額の保険料を納めることを義務付けます。支払った金額及び期間に応じて、老後にお金を受け取ることができる制度です。これを老齢基礎年金とします。事故や病気で障害が残り、生活に支障が出た人への障害基礎年金。一家の大黒柱が亡くなった時、その人が年金システムに加入していた時に遺族が受け取れる、遺族基礎年金も提案します。これで今回の魔王討伐で生活が困窮している人たちをサポートできるのではないでしょうか。素晴らしい。しかし、我が国では魔法大学校で、その年金システムの加入時期の20歳を過ぎても、魔法を学ぶ人間も数多くいるぞ。貧しい村出身の学生などは払いきれないのではないか。それと、失業して保険料が払えなくなった国民はどうする？はい、そこで特例を設けます。学生や失業者は申請を出すことで保険料支払いを一定期間猶予、免除することができます。一定期限内なら保険料の猶予、または免除期間に遡って納めることができます。これは最高だ。国民がきっと喜ぶぞ。ぐぬぬ。その後も俺のプレゼンは続き、審議の結果ついに国王からどちらの政策案が採用されるかが言い渡される。それでは発表する。採用するのは、魔王討伐から随分たちすっかり異世界の生活になれたもんだ。国民の生活も随分と良くなり困窮する者はいなくなった。なんだ、うるさいな。またいつまで寝ているんですか？今日は国民年金法施行お祝いの日なのに何してるんですか？ほら、ペンション王国年金機構理事長なんだからしっかりしてくださいよ。悪い悪い。さあ今日も仕事に行こうか。